ジョン・ピケンズ・カーティスは、アメリカ合衆国テキサス州ガラス出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。高校時代、2011年の MLB ドラフト30巡目で、コロラドロッキーズから指名を受けたが、契約を拒否して、テキサス大学オースティン校に進学した。2014年の MLB ドラフト6巡目で、ミネソタツインズから指名され、 プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズで、プロデビューした。2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグツインズと A 級、シーダーラピッツカーネルズでプレーした。2016年は、A 級シーダーラピッツと A 級フォートマイヤーズミラクルでプレーし、オフには、アリゾナフォールリーグでもプレーした。2017年は、 AQ チャタヌーがルックアウトとトリプル AQ ロチェスターレッドウィングスでプレーした後8月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし25日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビューを果たした2018年はメジャーで8試合に登板して0勝1敗防御率5.687脱三振を記録した2019年1月15日に ダニエル・オソリアとのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズで開幕を迎え、4月15日にメジャーに昇格し試合に登板したが、30日にディエフェとなった後、5月3日にマイナー契約となった。その後、5月31日に再びメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りしたが、6月3日にディエフェとなった後、 6日に FA となった。2019年6月13日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル a 級リーハイバレー・アイアンピックスでプレイしていたが7月7日に自由契約となった。2020年2月3日にタンパベーレーズとマイナー契約を結んだ。8月9日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日のニューヨークヤンキース戦で2回を無失点に、おえ勝利に貢献した。8月11日のボストンレッドソックス戦で、メジャー初勝利を記録した。2021年2月17日に、エヴァン・エドワーズとのトレードで、マイアミ・マーリンズへ移籍した。2021年7月30日に、ベートン・ヘンリーとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。ありがとうございます。